ニューヨーヨク商品取引所の金先物相場が20日、1トロイオンス2000ドルの大台を突破しおよそ1年ぶりの高値をつけました経営危機に陥ったスイスの金融大手、クレディ・スイスをスイスの同業、UBS が買収することで合意しましたが世界の金融システムをめぐる市場の不安は根強く安全資産とされる金を買う動きが強まりました。